勉強になるな。そうだね。頑張るな。だます。だます。もうダメダメ。もう上から見せんだから。もうどうじゃねえよ。もうプロデューサーだからこいつ。ダメよ。ダメダメ。ダメ。ああ言っちゃった。ダメだろ。ああ言っちゃった。で、むしろだんだんこう殺意が見えた。その4人は面白いな。あの、今年の抱負とか言ったら、そうやって人生を投げちゃう。あ、今年の抱負あの言うらしいですので、はいはいはい、皆さんよく聞いててください。今年は豆腐豆腐じゃねえ。僕も小学校に行った時の長谷川先生に言ってる。長谷川先生一生懸命一生懸命頑張ります。いや今まで一生懸命じゃなかったっすよ。最近何をギターもサボりたいし、ごめん。僕はそういう人間ではないです。お酒ばっかり人間で、やっぱ人生一生懸命さも必要ですよね。具体的にはどういう。まあ、一生懸命が空振りしてるやつがいってるけどね。いや一生懸命じゃないから。いやそのことで結構俺でも一生懸命だよ。私も30ぐらいまで一生懸命やったから、あとはもうダラダラやろうかなと。でも、まあ、もうみんな50過ぎてんだよ。あのハッシーの楽しいお正月の話をちょエピソードね、皆さんブログとかやってない人はそういうの分かんないですよね。あの私なんかブログやってございますので、常に情報発信してる。うちの妹なんてカズさんも情報発信してる。って人はいいんですけど、情報発信しない人はね、こういうバレないと普段の生活形態とかなかなか見えてこないっていうことは、親しみも湧いてこないんですね。
ですからこういう時にぜひね、どういう生活、なんかどういう感情で生きてるのかということを聞きたい方も多数いらっしゃると思いますので、聞いてなかったもんね。あ、お正月の過ごし方を言えばいいよ。お餅を3枚食べました。金子さんです。
じること信じることインディエス。